シンクパッド 600E シンクパッド600は IBM のノートパソコン。シンクパッドブランドのシリーズの一つ。1998年から2000年にかけて販売された13.3インチ XGA 液晶ディスプレイを搭載した A4 サイズの2スピンドルノートパソコン。過半性を考慮して重量は2 5ラム以内に収まっている。 シンクパッドシリーズの特徴である黒いボディに赤いトラックポイントをこの機種も受け継いでいる。また、フロッピーディスクドライブ、CD ロムドライブなどのデバイスを自由に交換できるウルトラスリムベイが搭載されている。これにはユーザーが自分のニーズに合わせて好きなデバイスを選べるという利点があり、この機構は後のシンクパッドシリーズでもウルトラベイ2000を呼び、 ウルトラベスリムなどとして使用されている。専用フロッピーディスクドライブは、ウルトラスリムベイに内蔵できる他に、専用の外付けベイに装着できる。ボディは軽量かつ剛性を持たせるため、マグネシウム合金が初めて採用された。なお、全体に、シンクパッド X2X および T シリーズのような、ラバー状の手触り感がある塗装が施されたことも、特徴であったが、 初期のモデルは塗装が剥がれやすく、特に手のひらの汗と摩擦を受けるパームレスト部分がポロポロに剥離するトラブルがあった。なお、パームレストパーツは合金ではなく ABS 樹脂である。シンクパッドのキーボードはノートパソコンの中でも評判が良いが、その中でもシンクパッド600シリーズのキーボードは、その適度なキータッチや IBM 独自のキー配列で、 デスクトップ用キーボード並みの使いやすさがあると好評であった。シンクパッド600シリーズは大きく分けて 60600E、600X、e, 600の3種類に分けられ、各モデルにインテルペンティアム十 233MHz からペンティアム五 650MHz までを搭載している。チップセットは一貫して4 4 0ト x が使用された。グラフィックチップは ネオマジックマヒクグラフ、またはマジックメディアであり、3D 描画能力は考慮されていなかった。シンクパッド600は CPU として MMC-1、600E 以降は MMC-2 を採用しており、CPU の交換が比較的容易な構造となっている。ただし、MMC-1、2の CPU モジュールは一般に市販されたものではないため、 入手性は悪く、特に MMC-2 の最高クロックである 850MHz は現在もインターネットオークション等でプレミア付き価格にて取引されている。600E の CPU を換装してモバイル Pentium3 またはモバイル Pentium3 ベースのセレロンを搭載した場合システムボードがペンチウミーアーキテクチャを理解できずにエラーとなることがある。しかし、 バイオスに簡単な細工を施すことでこのエラーを回避する方法が知られている。スピードステップ対応モバイル Pentium 3をスピードステップ機能を理解できるシステムボードを搭載した 600X に搭載した場合でもバッテリーを装着しないとフルスピードで動作しない仕様となっている。しかし CPU に改造を施すことでバッテリーなしでも強引に フルスピードで動作させる手法が知られている。AB デビットハーレーシンクパッド 600E モッツ。ありがとうございます。